マッチングアプリの大半は別に恋人を作ろうとしてる人じゃないと思うな。偏見だけど、わかんない。そこわかんないけど、やったことないから、なんかそんなイメージを持ってるわ、正直。あ、まあ本当に中にはいると思うよ。ちゃんと恋人を真剣に作ろうって思ってる人がいると思うけど、そうじゃない人もいると思うんだな。 Tinder はいいぞ、オタク友達たくさんできる。待って、 Tinder やってんの？マスリスって Tinder やってんだ。なんか勝手にショック受けた。Tinder やってもマスリとは出会えないのに。ねえ、なんで Tinder やってもマスリいないのに誰と出会おうとしてんだよ。 Tinder やってるやつ全員陽キャだろ。陰キャは Tinder なんてやらない。ふん、マスリスと巡り合うかな。わかった、こうしよう。マッチングアプリをやっていい条件、プロフィールの一番最後にマツリスって入れてくれ。それで解決しよう。隠すな隠すな絶対。そうしたらマツリス同士で出会えるかもしんないじゃん。なんで縦読みにすんだよ、おかしいだろ。堂々としろよ。友達作りなら問題ないだろ。何しようとしてんだよ、マッチングアプリで。まあでもさ、最近はマッチングアプリで恋愛スタートなんてさ、ザラじゃん、多分ね。なんか別に普通だと思うんだよね。わかんないけど。マジでやったことないんだよね。怖いんだよ、怖いんだ。なんか多額の請求をさせられそうで怖いんだよね。あと、まつりちゃん、ほら、アイドルだし、できねえよね。普通に考えてよ。冷静になってみてよ、みんな。だからね、まあする気もないけど。今プロフィールの最後に祭りしって追加してきましたっていうやつは、もうマッチングアプリ今までやってたんだ。なんでそんなやってんの、祭りす。おいおいおい、交尾したんだ。ああ、このネタ伝わってよかった。